みなさんこんにちは。こんにちは。ウーバーチャンネルのしろっこです。タイガです。よろしくお願いします。今回はリューターで作る簡単フレキの動画の紹介をさせていただきたいと思います。久しぶりで緊張してますね。これは簡単に作るっていうのは細かいものや大きな工具、例えばフライス板とかを使用してフレキを作る方だとか、ジグを使用してフレキを作るっていうのは、まあ、最近の主流になってきてはいるんですが、まあ、初心者の方はねきっとフライス板とか、ボール板ってないんじゃないかなと思いまして、今回は昔ね作ったリューター1本で作るフレキシブルシャーシということで、前の動画で作りましたフレキシブルシャーシの新型を作りたいと思います。まあ、前のやつが悪いとは言わないですけれども、少しやっぱり改良点とありましたので、今回はねそういった部分を考えていきながら第2弾ということで、もし作り方がわからない方がいらっしゃれば真似していただければいいかなと思います。で今回組み上げるのはタイガ君になります。勘違いしてほしくないのが危ない加工、タイガはまだジュニアクラスでもないのね、ファミリークラスではありますから、ファミリークラスだとまあ親が手伝ってもいいよということなので、まあ危ない部分はお父さんがやってあげたりお母さんがやってあげたりすればいいんじゃないかなと思います。今までねタイガ君はこの MA シャーシを使ってたんですけれども、最近はねだんだんと、速度も上がってきて、かなり抑えないと、コースに適応できないっていうの結構あるよね。スピード落とさないとコースアウトしてしまうっていう部分がね、まあ、多く見受けられましたので、今回はこちらを改良していきつつ、まあ、シャーシの部分をフレキシブルシャーシに変更できればいいかなと思います。でフレキの利点っていうのは、今フレキってもたくさんの形があるんですよ。シロクが今使用してるのはこういう感じなんですけれども、シャーシ自体がねじれて、そして落ちた時の衝撃をシャーシが受け止めてくれる、要は跳ねにくいシャーシになってます。ということは何かと言いますと、ロングジャンプや細かい下り等のセクションで、まあ、跳ねることが少ないという部分から、まあ、要はコースアウト率が大幅に減るというのが、まあ、このフレキシブルシャーシが今一強になっている理由だと思います。でその中でも例えばこのホエールと呼ばれるもの、まずは、跳ねない車体がねじれるに加えて、でさらにバンパーもねじれるよみたいな感じになってまして、まあこれだとね本当にいよいよコースアウトしにくいマシンになってきますから、まあ最終的に僕はこの形になってます。はい、ということで、早速ね作っていくわけなんですけれども、タイガ君が選んだシャーシの色はどの色でしょうか？緑と黄色です。お、緑と黄色。ミニ四駆のさ MS シャーシってたくさん色あるよね。こうやってね色を選んだりすることも楽しいんじゃないかなと思います。じゃあタイガ君は今回緑と黄色で作っていこうかな。今回ね用意していただくのは、まず MS シャーシのセンターシャーシ、そして前後ユニットですね、一つずつ用意してください。そしてまあお決まりのリューター、でバリが出た時のデザインナイフ、100均で売ってますダイヤモンドカッターに一緒についてるノコバっていうのがあるんですけど、こちらねノコバも一つ用意しておいてください。そしてヤスリですね、さらに 5.5 ミリのドリルということになります。この回はシャーシカットだけなんですけれども、最終的にね細かいところまで煮詰めていきたいと思いますので、まあ、最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ早速シャーシをカットしていくんだけど、はい、まずは、シャーシのねこの黒くなってる部分わかりますか？今油性ペンで塗ったんですけども、こちら黒くなってる部分、これをですね2つともニッパーで切り落としていただきます。切ってみる？この黒い部分ね、よく切れるニッパーを使用してくださいね。まっすぐだよ、綺麗にまっすぐ。こういう時ね、指切らないように気をつけてくださいね。痛いよ。綺麗だね。はい、ということで、まあ、完成すると、まあ、こういう感じになります。これ、なぜこれが必要ないかと言いますと、先ほどの爪がフレキを作った時に、シャーシ側のストッパーとしての役割をしていますので、まあ、フレキの動きをしづらくなるよ、といった部分になります。なので、まあ、ここをね、先にカットしておくと、後が楽になるということですね。次は、センターシャーシをカットしていくんですが、センターシャーシをカットするときは、これは非常に危険ですので、大人の方が必ずやるようにしてください。で、センターシャーシをカットするときはね、ガイドラインを作ってあげると、まあ、切りやすかったりするんじゃないかなと思います。ですので、こちら、今回はタミヤテープ。なんでもいいです。まあ、ビニールテープでもいいですし、マスキングテープでもいいんで、ガイドテープっていうのはね、まずやっておきましょう。はい、ということで、こんな感じでね、ガイドテープを貼ります。そして一体どこをカットするのかと言いますと、出っ張りがありますね。テープと出っ張りの間を、まっすぐ切り落とす必要があります。こちらも同じですね。反対側も一緒で、出っ張りとテープの間をまっすぐ切り落とす必要があります。まあ、例えばここが少しガタついても、まあ、見栄えが悪くなるだけで、そこまでね、性能に問題はないかなとは思いますが、細かく言うと少しガタが出たりする可能性があります。で、これをカットするときに使用するのがこちらのノコバ。ギザギザがいっぱいついてるでしょ。これがね、人間の手に当たってもね、すぐ切れちゃいますから、これはね、もう絶対にお父さんがやってあげてください。はい、まずはね、こう切り落としていきたいと思います。
はい、ということで今カットが終わりましたが、こちらの方でねまだ若干つながってる感じになってます。はい、こちらも同じですね。こっちの方で若干つながってる感じになってますんで、これを今からカットしていきたいと思います。こちら、まだつながってる部分があると言いましたが、ここに黒いラインを引いてます。こんな感じ、ちょうどね、四角になっている部分の角が取れて斜めになっている部分がここにあるんですけれども、そこの部分に縦のラインを引きました。そこに合わせてよく切れるニッパーを縦に合わせて、さらにもう一個もパチッとやることで、まあ、ここが外れるといったような感じになってます。こっちも同じですね。ここの黒いライン、そしてこっち側の黒いライン、まっすぐ切る、まっすぐ切ると、そうすればここが取れるといったような感じになってます。そしたらね、ここに2つカバの刃みたいなのがね出てるんですけど、これは、まあ、ニッパーで切り落としてください。はい、ここですね、このカバの刃みたいになってるのをしっかりと切り落とす。はい、切り落とすともう見たら分かりますね。たくさんこうバリが出てるのが分かります。これを、デザインナイフで、まあ、綺麗にしていくんですけれども、これもねお父さんがやってあげないとバリ取りっていうのは結構危ないです。はい、じゃあバリ取りやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、あらかたのバリが取れましたら、デザインナイフはそのまままだ持っておいてください。今度はこちら、ちょっとね見えにくいんですが、多分お手元の写真を見ていただいたら分かると思うんですが、まあ、ここに段差がついてるのが分かります。はい、ということで、こんな感じでね色をつけてきました。この色がついてる部分が出っ張ってるとは思うんですが、これを全てデザインナイフでね綺麗にまっすぐに整えます。削りすぎないように気をつけてくださいね。これはね前後両方ともやってください。要はこの段差がなくなるまで綺麗に削れば大丈夫という感じですね。まあ、ここね大雑把にリューターとかでねグワーってやったりするとちょっと掘りすぎたりするんで、デザインナイフとかでかすめ取るというような感じでいいんじゃないかな。この段差があるとね、まあ、フレキがちゃんと動かなかったりしますん で気になる方はこれをが終わった後に軽くね面の粗くないヤスリ等を使用して、ここの面をね整えてあげればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、段差がね2個取り終わりましたら、今度はこっち側ね、さっき貼った、ガイドテープを剥がしてください。ガイドテープを剥がすともうねだいぶそれっぽくセンター写真になってるんですが、フレキにはたくさんの種類があるんですけれども、今回はね軸を切り落とすタイプというような形になります。軸というのは一体どこなのかと言いますと、これから説明させていただきます。はい、ということでこちらですね、この今黒く塗ってる部分、ここにね皆さんのお手元の写真にも棒が出てると思うんですが、こちらをねフレキの軸と言います。これを、使って作るフレキもあるんですが、今回はこれを切り落とします。まあ、前後両方ですね全て切り落としてください。ここで重要なのが、よく切れるニッパーで根元からしっかり切り落とすこと。そうすればデザインナイフで軽くね、面を整えるだけで綺麗に作れます。根元からスパッと、根元からスパッと、はい、こんな感じになってますね。綺麗になくなったと思います。この部分を、まあ、棒ヤスリだったりデザインナイフでねしっかり面を整えておきましょう。小さなね、こちらねバリとかも気になると思いますんで、まあ、そういった部分もしっかりねデザインナイフで細かく、取っておくことをお勧めします。はい、そしたらね次はですね、ここ黒く塗ってる部分があるんですけど、ここをね切り落とします。これは一体何なのかと言いますと、こちら見ていただいたらね分かると思うんですが、上から見るとこんな感じかな。ここ出っ張ってるんですよね。ここ出っ張ってるんですけど、この出っ張りの部分ね、これを少しだけ掘り込みます。掘り込むんですけど、これもねニッパーで切っちゃって大丈夫ですね。はい、横から見るとこんな感じ。わざと線を引いてるんですが、ここにね溝があるんですよ。溝がね終わったところからまっすぐ横に線を引いてます。この横ね、ここに溝があります。これ今棒ヤスリを差し込んでるんですけど、ここに溝があるんで、溝が終わったところから横にラインを引いて、このね出っ張ってる部分だけですね、この下の T 字になってるここね、ここのここは切らないでくださいね。この出っ張ってる上のこのプラスチックの部分だけ切り落としてくれたらいいかなと思います。ラインに合わせてまっすぐよく切れるニッパーで切ってください。そうするとこんな感じでねなくなります。反対側も同じですね。この黒くなっている部分をこんな感じでカットする。はい、ということで、こんな感じにねカットできたと思います。まあ、両方一緒ですね。反対側も同じくこんな感じでカットできたと思います。で、この面も、まあ、軽くヤスリ整えたいんですが、その前にですね、こちらまた黒いペンで描いてきたんですが、
これね黒くなってる部分、これね出っ張ってるんで、これをまたデザインナイフで切り落とす作業します。反対側も一緒ですね。